4時になると本当にもっと細かいものが出てきますから、その段階で今は多分これを出してると思いますね。プチの方にはこのおもちゃを出てると思いますね。それとまあ指先のことを言えば、こういうフェルト類のボタンですね。ボタンこうやってはめてもいいし、あとはこういうこうつなげていっていろんな形を作るとかっていうこともいいし、こういうお手玉を入れて、おままごとのコーナーだったらちょっとこうやって挟んで餃子だとかワッフルだとか何かに見立てて遊んだりっていうこともしますし、だから一つのことでいろんな遊びができるっていうことと、これをやることによってお洋服のボタンも上手になってくるっていうのもあるので、最初からお洋服ずっとやんなさいって言ってると遊べないからイライラしますけど、これ遊びの中でやってれば自分のお洋服ね、できますよね。でこうやって見てやれるのと、洋服ってこういう形になるからやっぱりやりにくいですよね最初はね。でもこういうことで遊びの中で普通に獲得してれば、洋服でも普通に、そんなに困難なくやることができるし、このボタンについてもそうですね。これはこうどんどんつなげていったりも、つなげていって遊ぶんですけどね、いろんな色があって、色 の, 色彩感覚もいろいろ育ってきますから、いろんなことで何ができたとかぶら下げてみたり、あとはこれはもうおままごとの出番お魚になったりいろいろしますから、これだけで遊べるというより、いろんなところで遊べるものなんですね。でもこれで遊んでればやっぱりお洋服のボタンが出てきた時も、あ、同じだと思えばできてくるっていうのは、やんなさいっていうんじゃなくって、自然に遊んでるうちに獲得していてこうできるようになってくるっていうことですね。その、両方兼ねてこういうことをして、指先を器用にしていくっていうことですね。で、こういうあんまりこういうのないですね。昔はね、お手玉っていっぱいあったんだけど、これっておままごとの時とても便利で、これが卵焼きになった、なる時もあれば、おにぎりになる時もあれば、子どもは想像して遊ぶので、そのものしかないようなものよりも何にでも変化できるものの方が遊びが広がります。もうよく売ってる、最初はそれでもいいんですけど、よく売ってるケーキならケーキ、ハンバーガーならハンバーガーみたいな形をしているよりも、やっぱこういうものでハンバーガーだと思ってますからね、挟んで緑色の何かを挟んで、でパンを挟んだとかね、そうやって遊んでいく方が想像力がどんどん広がっていいんですね。そのものはそれ以外のものにならないから、そういうものよりもこういうものをこう使って遊ぶおままごとのコーナーは、そういう素材が結構ありますね。こういう玉のものだとか、あとはこういう毛糸だとか、こういう紐のようなものをこう少し短く切ったものがあったりして、それはおそばになったりスパゲティになったりいろいろするんですね。そういうものを置いてあるのがおままごとのコーナーであり、これはいろんなことにも使えるということですね。